はい、こんにちは。火曜日の朝でね、今日も雨ですね。すごいな。やばいやばい。やば。奇跡が描かれ続けた夢のキャンバス、阪神甲子園球場。今日ね、甲子園決勝やるようですけど、どうなるのかな。大阪もダメだと思うんですけどね。今日は野球塾が私ない日で、野球塾ない日の朝ってね、朝起きると頭痛があるんですよね。雨とかじゃないと思うんです。野球がないとですね、結局人を待たせてないんで張り合いがないんでしょうか。まあいいことかなと思ったんですけど、はい。で、今日はね、この間の、八重洲球場のね、第2試合を最初の 2,3 イニングだけなんですけど見てきたので、その話をちょっとしながら、まあ、ここの浜北信士でやってる練習のことをちょっとお話ししたいと思います。よろしくお願いします。信士信士向こう届くように。信士チャンネル。2試合目は常葉立花と清水西川根合同チームの対戦でした。まず清水西のノック見てたら、あ、懐かしいとこうパッとこう目に留まって見たら、野村保先生っつってね、私のその10年ほどやった野球指導者講習会にもよく顔出してくださった方でね、昔ちょっと喋ったことあると思うんですけど、私バナナ、キウイ、マンゴー世代っていう3つの世代をつなぐっていうのが講習会の、一つのテーマで、私は真ん中のキウイ世代っつって、キウイがご馳走だった4、50代の世代になるんですね。で、バナナ世代っていうのが要するに60、70ぐらいです。バナナがご馳走だった時代で、マンゴーっていうのが、まあ、今マンゴー流行ってるかどうかは別にして、多分20代、30代だと思うんですね。で、要するにマンゴー世代はバナナは理解できない、古いっていうんですよ。で、バナナ世代はマンゴーは何考えてるかわからんって言うんですよ。キウイの可能性っていうので私やらせてもらいました。で、野村先生っていうのは、まあ言い方失礼かもしれないけど、僕はバナナ世代の方だと思ってて、すごいやっぱりレジェンド枠っていうか、一番上が内山先生っていうのがもうよく講師をやってもらって いらっしゃったし、今常葉大の浜松キャンプスの監督やって鈴木芳光先生だとか、私も阪神の岩崎をね教えたのは結局この方から誘っていただいたからですけど、昔の清水東の監督の羽田先生とか、もう野村先生もその羽田先生が連れてきてくださった方なんですけど、いろんなそういうどっちかというと年上の方々の一人なんですね。それともう一つ、野村先生に関する逸話を言えば、私の高校野球の、引導を渡してくださった、相手の下田北高校の当時の監督さんです。大人になって出会いましてね、あの時下田来たってね、笹本君だったかな、下級生のいいピッチャーがいましてね、全然二股効果打てなくて、逆に一方私は野村先生の粘りの打法にしぶとく攻略されましてね、下田北に負けたのかぐらいの感じだったんですけど、翌年のその下田北が笹本君が上級生になって、影西と1点差で負けている夏をやってたのを大学生の時に見て、あ、やっぱいい選手だったんで、いいピッチャーだったんだ、だったらそこに負けたってよかったなって、ちょっとね浮かばれた気がした思い出があるんです。まあそんな野村先生がいろんな学校を経られましてね、今ね、清水西高校の監督をされてるってことが分かってね、嬉しかったです、はい。土曜日水曜日は柿ヶ浦信士。さて、まあゲームなんですけど、ちょっとここでテクニカルの話をさせてもらいたいんですね。ちょっと角度上げようかな。はい、よいしょ。で、今日はちょっと常葉立花のバッティングの話したいんですけど、結論から言うと、1巡目1番バッターが右、2番バッターが左とこういうふうに続いていったんですけど、私ネット裏から見ててこの角度で右を見ますね。ベースに対するバットの出し方が結構
まあ1、2番は特にそうだったんですけど、右の肩がこのベースの方に出てきて、ここからバーンと振るんですよ。左も同様ですね。左の子の方がそうだったかな。こっちの手です。すくい取ってくれなかったっていうのなんですね。これ私怖くてさせられないんで、私の勉強不足だと思いますよ。そういうバッティングがあるのは承知してるんですけど、ちょっとこれどうなのかなって、結局ね、私が何を思うかというと、このストライクゾーンがここにあった時にストライクゾーンを通過する時間が短いんですよね。このスイングすると私はこの後ろの肩を止めてバットを振ることを教えながらそこに腰を回してきますので、これって外投げたり外逃げていく球投げたらどうするんだろうなとこう思ったんですね。はい、まあこれは私が知らないことを常葉の方は分かって教えてると思うんで問題ないんですが、立花のバッティングっていうのは、まあ、そういう傾向を感じました。で1、2番の子は1巡目ちょっとでバッティングとしてはうんって感じだったけど、2巡目の頭だけちょっと見させてもらったんですけど、2巡目1打席目よりもね、上手に対応してたんで、やっぱり2回り目3回り目になるに従って本来の力が多分出たと思うんですけど、そんな雑感を持ちました。はい、まあ今回これだけです。はい、で今回はね、ちょっとその今のバッティングの入り口の話じゃないですけど、ちょっと野球塾の指導についてお話しさせてもらいたいんですね。ちょっと待ってください。はい、お待たせしました。今野球塾で使ってるボールが何種類かあって、一つはまず公式です。これはね、教え子の岩崎くんが、野球塾来た時に、ジューダース置いてってくれたんですけど、これ NPB ってプロ野球の選手が使うボールですけど、これをジューダース毎年くれるんです。これキャンプでノック、私が打つもんですから、そうするとそのお礼にくれるんですね。本当ありがたいんですけど、でこうサインも書いてもらって、それが箱に混ざってて、子供たちも普通に練習するときに打って使ってますけど、昨日もここで中学生が打った時に、お、岩崎のボールだってちゃんと打てよって打ちました。2つ目は軟式ボール。これは柿川のね、野球塾やってる時にバッティングセンターのお風呂のボールをね、ここの浜北に開く時にご厚意で使っていいよっつって、持ってっていいよっつって譲っていただいたもので、軟式ボールですね。はい、で3つ目テニスボール。これは教え子のテニスをやってる女の子がお風呂をくれるんですけど、ここで打つにはちょっとね、公式軟式危ないんで蛍光灯もあって、これでバン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 数打ってます。高校野球でもテニスボールよく打ってますよね。はい、正面打ちとか危なくないんでね。4つ目、はい、これ子供らフォアボールって言うんですけど、我々の時代で遊んだゴムボールですね。これね、変化球投げたりできるんですよ。野球が上手でない子でも伸びるボールとかキャッと切れ曲がる変化球とかを投げれるんで楽しいんですよ。バッターもそういう目を、そういう球を体感できるし、遊びの中で野球覚えるよってやってます。で最後これですね、はい、ピンポン、卓球ボール。これはね、私帝京高校の前田さんに、雨の日に打ってみろって、ただしゃくり上げても飛ばねえよって、卓球ボール打つとどういう球が、いい打球になるか分かるから打ってみろって、今研究中ですけど、子供らはだいぶ上手くなってきました。浮力が働くんで、ゴムボールとは違ってふわーっとくるもんで、グーッパーンってこう打つ練習になりますね。間を取る練習ができます。はい、でこれがバッターのアイテムですね。こんだけのボール使ってます。次にこれですね。これもね、岩崎くんが寄贈してくれたものですね。5本ほど入ってるんですけど、本でいいや、投げる。これね、岩崎の高校時代からの愛用品です。岩崎はずーっとこれを引退してから卒業まで毎日グラウンド出てきて、シャドウ、これで見ててよ、音も聞いてよ、しっかり立つ、で体重だ、で、いただくと、こう、岩崎曰くね、これはもうプロの選手ですけど、彼は全力で振っても肩も痛めませんし、刺激もこれしなるんでね、これしなるんで、僕はこれずっと振ってますということで、私もピッチャー志望の子が来たら
これをね、使ってうちに振ってこいっつって走るんで、5本あったんですけど、常時ここにあるのは練習用で2、3本あるだけで、これを振ればフォームが良くなるってことはないんですね。ただこういうアイテムで腕の使い方を覚える、それは本人の意欲です。だから私言うんですけど、これはバッターがスイングするのと一緒で、ピッチャーの素振りだから、手を抜くなって、しっかりとジャッと足場を作って、腕の振りを早く一気一気しっかり体を使って振りなさいと。畳1畳でできる練習だと。意識によって畳1畳でも腕立て伏せもできる、シャドウもできる、いろいろできるんだぞって、そんな話をするんですけどね。はい。ただね、私は意外とこの投げる運もいいんですけど、バットを振るといいなと思います。掛川なんかでもこうやって素振りと一緒でね、シャドウを刺すんですけど、ちょっとそれこそ画角動かそうかな。できればね、こういう台にちょっと足を乗せると、ね、こっちの前足に体重が乗りやすいですから。で、大事なのが、結構多いのが上にただ吊り上げちゃう子も多いですね。そうするとこの滑らかな回線ができないんで、この滑らかな回線からここの頭のところでバットが回ることが大事なんですよ。くるってここですね、ここからこう回ってくることが大事なんですね。それを覚えてほしい。やっぱ多いのがね、やっぱりね、背中の方に手が入ってて詰まる、これ。そうするとこれ上がってこないんで、体回しながら開いて投げるようになっちゃうので、必ず体の前半分でさばきなさいよってことは言います。それと多いのが、こっちで見た方がいいかな、バックスイングこうやって投げるときに手のひらがこうやってひっくり返っちゃう、こうひっくり返ると結局ですね、何すったらいいのかな、私よくゴロ取ったらすぐに割りなさいって言うけど、ゴロ取るときこうやって手のひら上向いてますよね。取ったらひっくり返しなさいって T って言うんですけどね、 T ですね、 T の半分に折った、これができればもう投げれるよって私言うんですけど、手の甲が上向いてやった方がいいです。手の甲を上向くと結局こうやってこう肘全然平気で上がります。やれば分かるんですけど、何のストレスもなくこうやって上がるんですよ。だから物が落ちてるのをこうやってそのまま上に持ってくるようにして、それで投げると肘は上がりやすいです。これが手のひらひっくり返ると肘下がりますよね。ここで早くひっくり返ると、まあ、相当上げないと上がってこないし、ここにストレスが来ますから。だからね、手の甲を自分のほっぺたを叩くように自分の顔を見るように上げてきて振ると、そうするとバッティングのこの切り返しと一緒なんですけどね、こういう風に入ってくると、ここでバットがここで曲がって出てくるのと同じように、この向きがしっかりできてれば、このまま人間投げることはできませんから、ここから体を回してくると自然にこういう風にバットが回ってくる。これバッティングも一緒なんですけどね、この向きさえ、トップの向きさえ作れば違っています。ボールだと分かんないんですけど、丸いからなかなか、バットだとこっから長さがあるんで、この動きをチェックすると、手の甲の向きが分かりやすいっていう、これが意外といいです。投げる運でも一緒ですけど、先っぽが重いんで、この、ピタンとくる感覚がバットの方が分かるかもしれないですね。はい、一緒ですよ。この向きが分かるのが棒のいいところです。棒が一回こうやってバッティングのトップと一緒で、この向きに来ないとダメです。はい、ということで、ちょっと最近私が野球塾で教えてる、まあ、テクニカルも混ぜながら、常葉立花と清水西川根合同チームの解説も入れながらという動画になります。はい、じゃあ本日の決勝がちょっとどうなるか分かりませんがね、雨なので、まあ、おとなしく家へ帰って、ちょっとうちのことやろうと思います。はい、本日は以上です。どうも。